昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビト山2010X 展、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。というオープニングでしたね。パカオのアンダーテールボリューム14かな。久々にたまにはオープニングも見ていこうということでやっていきましたが、オープニングの音楽から派生して、ボス戦の音楽になってったり、なんか村の音楽になってったり、そういうものがいくつかパターンが確認され始めたので、ちょっと改めて聞いていただいたわけですが、幽霊と戦う時の音楽とかもね、人によってちょっとずつ違ったりとか、なんかいいよね、そういう一つの曲をテーマにいろいろアレンジバージョンがあるというのもこのゲームの魅力ということで、今日は、メタトンホテルみたいなやつ、あそこのロビーからスタートです。ホテルの中見ていきたいんだけど、まだ行ってないところが外にあったので、それを見ていきましょう。こっちですね。はい、なんか二人組、こう仲の良さそうな二人組ですね。ワニと猫かな。話しましょう。もうね、買うにも29ゴールドしかないからね。二人について、私アリゲッティ、私キャッティ、この子は親友のキャッティ、アリゲッティ、同時に喋るパターンね。あ、同時に喋っちゃったわ。うちら最高、面白いよねっていうことなのかな。商品について、そこのホテルで売ってるものってマジ高すぎ、無理。でもうちらが見つけてきたものはマジ激安、やばい。だからてか普通全部買うっしょ。商品はどこで仕入れる？てか武器とか食べ物とかあるとこっつったらゴミ捨て場以外ありえない。あ、ゴミ捨て場ありましたね、どっかで。おお、でも高級ゴミだし、そうそう、めっちゃ高級、やばーい。はい、もうこれはいいのかな、これ。てかゴミショップに決まってるじゃんって言ったね、今ね。セリフちょっと変わってるか。まあ大体はウォーターフェル、ゴミ箱にピストルとか捨ててあって、やばーい。メタトンについて、メタトンは激ヤバ、マジヤバ、二人とも好きみたいだね。メタトン、目がハートマークになってる。メタトンは私の嫁。お、やばい、ぶつかってるこれ。うちら二人ともメタトンの嫁。あそこは仲良しなんだね。一夫多妻制を採用している。メタトンがまだ気づいてないだけ。メタトンは誰が作った？てかメタトンってアルフィーが作ったんでしょ？まあそう言われてるけどね。違うの？でもメタトンはいつも俺は俺のアイディアから生まれたんだぜみたいなノリで、それに完成した直後からアルフィーとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし。でもあの二人もう友達じゃないんだよね。知ってる。でも私とアリゲッティはずっともだよ。メタトンについて、オールド？アルフィーについて、アルフィー、
前はこの近所に住んでた。うちらのお姉ちゃんみたいな感じだった。つってもゴミ捨て場とかに連れてってくれただけだけど、でもいいゴミが見つかる場所を教えてくれたよね。あの子変なアニメ見るの好きだったよね。でもそのうち王室の研究者になって、そうそう、その後は全然会ってない。王室の研究者。アルフィーはずっとアズゴアのことめっちゃかっこいいって言ってて、だから絶対間違いないよね。メタトン作ったのはアズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし。でメタトンを見たアズゴアはアルフィーをお城に呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィーって何も発明してなくない？てかアルフィー自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなんじゃない？マジでちょっとはリア充した方がいいよね。ほんとうちらみたく。アズゴアについて。アズゴアはマジウケるらしいです。超いい人、大好き。はあ、もう人間なんてさっさと滅んじゃえという感じですね。まあアズゴア、この国の国王は愛されているということが分かりました。そしてメタトンは本当にアルフィーが作ったのかね。なんかその辺もちょっと怪しくなってきたりしつつ、ここはもう王室も近くて超高級ホテルも立つ、その高級な街なんでしょうけど、その分だけゴミが溢れていて、彼女たちはそのゴミを漁って売って商売していると。まあ分かりやすく貧富の差が分かれていますね。なんかカエルもある。ジャンクフード、うお、高い武器売ってる。謎の鍵、あー600ゴールド欲しかった。意味のないホテルに泊まるべきではなかった。誰かの家の鍵。はー、まあジャンクフード1個買っとく。いやでもゴールド貯めよう。謎の鍵買いたいもんね。貯めていこう。はい、お邪魔しました。おつおつ。さあ左は何かあるのかな。ホテルの裏口、ただの壁だ。了解。じゃあホテルの中を探索していくか。こいつらまだ話してない。そうだから今日は帰れそうにいないよ。宝の山に冷えたピザがあったはずだからチンして食べて。このエレベーターは都直通なんだけど、今は止まっちゃってるの。足止めになった人が滞在できるようにホテルがサービスしてくれてるわ。私はスライム。これは実に腹立たしい事態だ。うん。これは MTT バーガー、メタフーズバーガーマーケットへようこそ。グラマーバーガーでグラマラスな一日を、括弧 TM。あー高いねー。あー高いな、どれも買えない。話すしかできない。申し訳ございません。はは、商品を購入されていないお客様との会話は禁じられております。腹立たしいなーこいつ。お客様は神様です。あー、お金を作って、この人なんで俺に物を売ろうとすんの。ここはハンバーガー屋さんだし、俺は生活費を稼いでるだけなのに。こいつ腹立つね。あのよくあるツイッターとかで出回ってるアメリカンな腹立つ顔してるよね。あー、まあ60ゴールド最低ね。サンデーサンデーを買うお金を蓄えてから遊びに行きます。グラマラスな一日を。腹立たしいな。さあ、エレベーターは止まってる。右はあれだよね、部屋しかないよね。そうだね。じゃあ上に行ってみましょう。コア、あ、コア、こっちがコアだと。おー、なんか怪しい二人組。プルルル、アルフィーかな、久々。え、
ちょっと待って、今の誰？ここには誰もいないはずなのに。だ、大丈夫。今さら心配してもしょうがないしね。進んでいこう。お、また音楽が変わった。あー、いいねー。コアっぽい。プルル。よし、いよいよだね。エレベーターでコアの最上階に上がって。はい。このエレベーターね、動かないようだ。え、なんで動いてないの？じゃあ右へ進んでそのまま上へ。そう言われると左に行きたくなるのが人の差が。くるるん、ちょっと待って、先に右へ行った方が良くない？あー、なんか出てきた。あ、危ない。マジックが帽子から飛び出してきた。マジック分析。魔法の言葉しか話さない。もう話せないのか。チチンプイ。おお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 お。マジックはおもむろにオーブを掲げドヤ顔を決めた。話せないって言ってたから見つめてみる。あー、なんかあるんだ。じゃあコーナーオーブを見つめてみよう。恐るべきコーナーオーブは見つめられて弱くなった。はん、ポポポポーン。なるほど。あ、はい。もう一個見つめてみましょうか。チェイサーオーブ。不屈のチェイサーオーブは見つめられて弱くなった。チチンプイ。あー、おー、はー、なるほど、大丈夫だね。これで見逃すことはできるだろう。あ、60ゴールド。あ、お金くれるんだね、この辺。びっくりした。どうしてこんなにたくさんモンスターが。でも平気だよね。とにかく先へ進もう。なんか不安そうな顔してましたね。でもいいのかな、左行っちゃって。こう実際行っていいとなると不安になる。右行こう。燃えてるやん。嘘、こんなところに落とし穴なんてなかったはず。仕方ないから反対側から回ろう。何やら様子がおかしくなってるんだね、中枢部。いいですね。中枢部はね、様子がおかしいに越したことはないからね。スイッチを押さないと向こう側へ行けないみたいだね。でもスイッチを押すとレーザーも起動しちゃうし。レーザーの順番言うから覚えてね。オレンジ、オレンジ、青。はい。はい、オッケー。ああ、そういうことか。いてー。もう大丈夫かな。嘘、大丈夫だった？ごめんなさい。順番間違えちゃった。でも心配ないからね。そのまま右へ進んで。アルフィー、怪しいな。なんかよくわかんないな。アルフィーをどこまで信じていいんだろう。道が分かれてるって、それわからんのかい。ここは右へ行ってみて。さっきから絶対間違えてんだよな、アルフィー。ま、待って、やっぱり上かも。おー、上は敵だったか。グッドナイトに行く手を塞がれた。かっこいいね。デスピサロみたいな、お腹に顔がある。分析。愛用の武器はグッドモーニングスター。目を閉じて。うい、いいですね。歌ってみる？朝だし。懐かしい子守歌を歌った。グッドナイトは眠そうだ。グッバイ。かっこいいね。ほっほっ。はい。星屑の匂いがする。もうちょい歌ってみようか。そのまま歌い続けた。グッドナイトは少しだけ目を閉じた。グッバイ。はい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 。これでまだ逃がせない。もう一回歌えば寝るかな。
グッナイトは眠ってしまった。 OK 逃がす。ユーウィン70ゴールドでかいね。プルル、ごめんなさい、そのこんなはずじゃと、とりあえず右の通路を進んでみよう。なんかコアのパズルは好きに作り変えられるって街の人が言ってたから、アルフィが知ってた時の形と全然変わってしまってんのかもしれないね。それこそメタトンが作り変えたとか。またレーザーだね。オッケー、今度こそ任せて。レーザーをオフにして通れるようにしてあげる。本当かな？あれ？オフにならない？ハッキングできない？大丈夫。全然余裕だから。ノードごとオフにしちゃえば、レーザーも止まるはず。はい、今のうちに行って。いやー、これ行ったらギリギリでレーザーつくパターンだよ。もう分かってんだよ、このゲーム分かってる。どっかでつくよ。あ、そろそろつくよ、これ。ちょっと待ったー。ドラララー、電源が勝手に復旧しちゃって。あー、もうどうなってるの。私がもう一回電源をオフにするから、その間にちょっとだけ進んですぐ止まってね。わかった。そうすれば怪我しないから、多分。ちょっとだけ進んで、おっ、ちょっとだけ進んで、おっ、ちょっとだけ進んで、はいはい、ちょっとだけ、オッケー、できたできた。ほらね、私の言った通りでしょ。大丈夫、私に任せて。まあ、俺を助けてくれようとする気持ちはありがたい。次はね、わかんないなら無理すんな。あ、そうだよ、そう、それがいいよ。素直なのが、正直なのが一番だ。わかんない。なんか私の地図とは違ってるみたい。ごめんなさい、私。もう、切るね。あー、なんか、塩らしくなっちゃった。かわいそう。一回セーブして。あたりにオゾンの匂いが充満している。決意がみなぎった。コア分かれ道。右から行ってみようか。下は行けないね。上、あー、また分かれ道。右は通れなくなってる。あー、結構迷路になってるんだね。ゴミ箱アイテムかな。100ゴールドありがてー。まだある？もうないか。端から順番に探っていこう。あー、敵ができた。泣き武者ファイナルフロギー、かっこいい。一番最初に出てきた泣き虫とフロギーの進化版だ。めちゃめちゃかっこいい。二人とも強くなって、泣き武者は分析してみましょうか。ようやくくよくよするのをやめた。かっこいい。後悔はない。かっこいい。あー、やばいやばい、強い強い、さすがに強い、さすがに。あー、2回も食らってしまった。泣き武者はこちらの目を見つめた。だとすると祈るかな。ひざまずき安全を祈った。泣き武者は正しい心を取り戻した。まだ希望はある。あ、なんだろう、あの緑、あ、緑なんだろう、回復した、回復したね。オッケー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 。泣き武者はもう戦いたくないようだ。逃がすことができる。ファイナルフロギーも分析していこうか。最初は褒めればねよかったんだよね、確か。あれ違うっけ。分析、未来はますます明るい。ワン、フロギー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 。ああ、一回食らった。オッケー、一回だったらまだいい。泣き武者はもう戦いたくないようだ。フロギー、ますます未来は明るいって言ってたよね。ますます褒めてみる？褒めた。言葉の意味を理解している。敵のアタックが下がった。うんうん。いや、強いんだよな、二人とも。さすがに強くなっている。謎の行動してみるか。謎の行動を取った。ファイナルフロギーはこの世にはまだ知らないことがたくさんあると思った。どういうことだ。深いな。あー、
ここちょっと当たるな。あと1回は食らいたくない。2回も食らった、やべえ。あ、2人とも逃がせる。 HP も危ないよ、もう見逃す。あ、100ゴールド獲得。いやー、やばいね。回復アイテムがどんどんなくなってきた。ホットドッグを食べた。ワンワン。あー、ここ結構敵が出るんだな。あー、いっぱい出てきたね。グッナイトとマジック。まあ、この2人はもう戦ったから逃げたいとこだけど、まあお金欲しいから戦うか。グッナイト、グッナイトは歌う。3回歌えばいいんだよね、寝るよね。 OK、 歌っていこう。いやー、その間逃げ切れるかな。強えなー。2人の攻撃が合わさると1人だけだったらまだどうにかなっても。さあ、やべえ、やべえ、うわー、つえって、つえーなー。とりあえずでもグッドナイトはこれで眠らすことができる。あとは、マジックだけ、マジックだけであれば大丈夫だろう。 OK、 マジックはどうすんだっけ。見つめるんだ。そうだ、2匹とも見つめればいいんだ。 OK、 これだけならもう全然全然全然よ。 OK、 見つめる。もう一個のオーブも見つめる。これもまあ全然だね。一人だけなら全然大丈夫、逃がすことができると。130ゴールド、よし、稼いだね。そしてこれ、この先多分進路なので、ちょっと別の場所も見てから行きたいと思ってしまうのが人の差が。北の間を歩めば終わりは開かれるだろう。うん、やはり北が進路だね。他のところにあるアイテムなどを取ってから行きたい。コイン箱にグラマーバーガーが捨ててある。拾うよ。肩の力を抜いて軽食でもいかが。左はこのパズルを解けば終わりは開かれるだろう。あ、さっきじゃあ上行っても先進めなかったんだね。先にこっちへ来てよかった。弾は2発。はい、あ、これでもういけてるね。 OK、 これで、北の間は開かれたはず。他のところも行ってアイテム、おお、スノーフェルで謎の氷を投げてた人の氷、ここまで来てるってこと。これ向こうに飛べたりしないのかな。なんか意味あるのかな。うん、気になる。お、一回セーブしておこうか。右がね、ちょっと気になるよね。右行けないんだよな。ちょっともう一回見に行っていい？さまよい続けるがよい。東へ、そこが終わりだ。ん？あれ？さっきと道ちょっと変わってる？あれ？あ、ここ通れるようになったじゃん。我は戦えぬ、我は思案もできぬ、だが耐え忍び待つことができれば道は開かれるだろう。あはん。え、え、道がちょっとずつ変わってるというか、え、何、え、ランシーがにじり寄ってきた。ランシーは分析、自分の思い通りにしないと気が進まないいじめっ子。嫌なタイプだな。からかえ、からかえ、なんかからかわないでって言ってた初期のやつの進化系なのか、いじめっ子になっちゃったの。からかえって言うんだからからかう。でも本当はからかわれたくないんじゃないの。ランシーをからかった、それでよい。なんか満足げだね。さあかわして、ちょっと軌道変えられるの厄介だな。これでもう逃がせる。おお、よかった。 You win。 道が2つある。あ、こっちもセーブポイントがあって、そしてなんかボス戦っぽい場所に出ている。一回セーブしようか。
この入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。決意がみなぎった。このエレベーターは下に戻れるように開通したって感じかな。これはあー戻ったね。1階まで戻ってきました。さあ終わる前に上を1回見に行くか。上も道あったもんね。この右がおそらくボス戦なんだけど、上も見に行っていきましょう。泣き武者とファイナルフロギー。泣き武者は、祈れば大丈夫だったはず。あ、いてーいてー。いやーこの狭い範囲で敵の攻撃かわすの大変だ。一回泣き武者を逃がして簡単にしよう。おおおおおおおいや、おおフロギー、ファイナルフロギー。あぶねー。謎の行動、この世にはまだ知らないことがたくさんある。この壁から壁へ飛ぶのはなかなか厄介だけど、まあ分かってしまえば大丈夫だね。これで2人とも逃がすことができる。OK、 100ゴールド。どんどん金を稼いでいるね。これだけ稼げばあと少しで、なんだっけ、謎の鍵、家の鍵買うことができるね。いやしかし音楽かっこいいね。さあこの先も何があるんだろう。悪夢だ。うーん、3匹来た。まずは泣き武者が厄介、ランシーも厄介だよな。泣き武者をまず無力化しましょうか。祈る。 OK。 いやーあーちょっと回復もらう、回復もらう、回復もらう。 OK、 泣き武者をほんで逃がして、あと2匹だけであれば多分大丈夫なことは全然ない。ランシーをからかおう。 OK。 OK。 でファイナルフロギーは謎の行動で、この世界にはまだ知らないことがたくさんあると思わせて逃がすことができる。これはゴールド美味しいぞ。よし、150ゴールド。いいですね。HP12 か。お、スイッチがある。オンにすると何が変わった？何がどうなったんだろう。どこかの道が開かれたはずだが、もう行けない場所は今のところないんだよな。ここ？関係ない？何のスイッチだったんだろうね。この世にはまだ知らないことがたくさんあるな。泣き武者と乱視、祈る。よし、いやー、いやー狭い。 OKOKOK、 ちょっと待って。 OK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 、 あーやばい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 。これで2人とも逃がすことができ、泣き武者は祈った後すぐ逃がさないといけないのか。いやちょっと待って、狭い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 。 OKOKOK、 祈って、祈った瞬間に、あ、回復したい。ああ食らった、プラマイマインギになった。逃がす、郵便。いやさっき押したスイッチは何だったんだ、気になる。エレベーターが違う場所に行けるようになったとか、そんなことはない。気になるね。まあちょうど30分なんで、今日はねこの辺で終わって、次回ついにアズゴアとの戦いになるのかな。楽しみ。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。